ということで、皆さんこんにちは。時刻は12時54分、ここは兵庫県神戸市三宮へやってまいりました。こちら側には商業施設ミント神戸、こちらにポートライナーの駅があります。今回は早速ポートライナーに乗ってとあるものを見に行こうと思います。では行きましょう。音が JR 京都線の接近メロディー、ピントンタントンという音を奏でて神戸空港行きが出発していきました。ポートライナーは2系統ありまして、神戸空港行きとそのままポートアイランドの方を一周して帰ってくる循環型があります。5分に1本出てるんですけど、今回の目的地はどちらに乗っても行けますので、今度こちらの神戸空港北埠頭方面、こちらに乗っていこうと思います。本日もポートライナーをご利用くださいましてありがとうございます。この電車は北埠頭行きです。次は貿易センターです。医療センター市民病院前、神戸空港方面へは市民広場でお乗り換えください。 This train passengers going to Kobe Airport, please change the train name T06お客様にお願いいたします。事故防止のため急停車する場合がありますので、次は手すりなどをお持ちください。貿易センター、貿易センター E03 Port Terminal Station。Passengers going to the International Conference Center, International Exhibition Hall, or World Hall should get off at P06 Shinin Hiroba Station. ただいま年末年始輸送の安全総点検を実施しております。発車間際の駆け込み乗車は大変危険です。Terminal station. Doors will open on the right. システムならではの驚きの加速力で出発していきました。では今からこちらポートターミナル駅に到着です。皆様ポートターミナル駅で降りたことがある方はなかなか少ないんじゃないかなと思います。ポートターミナルという名前の通り、ポートのターミナル、いわゆる港があるわけです。その港について今回は見ていこうと思います。もうサムネイルとタイトルでもうどんな船がやってくるかというのは分かるんですけども、今回はねそちらの入港シーンをね皆さんに見せていこうかなというふうに思っております。不思議な形状のところを抜けまして、今からポートターミナルと呼ばれる場所に行こうと思います。さてということでポートターミナルに到着しました。こちらにですね、奥側たくさんの船などが、置いてありますが、
ちの方にもこっちの方にもいろんな船があるわけです。寒いね。三宮から神戸空港、そして北ふ頭を結びますポートターミナル、ポートライナーのポートターミナル駅です。さて到着したのはこちら神戸港のクルーズ船などが到着するポートターミナルと呼ばれる場所です。こちらには展望デッキが設けられていまして、客船などを撮影に来た、そして入港などを撮影に来た方々が大きなカメラを持って構えて待っております。もう間もなくですね、現在時刻がだいたい13時12分なんですけど、間もなく14時頃やってくると、そういうことです。ということで、まだ船が到着するまで入港までは時間があるんですけども、こちらはポートターミナル駅、三宮から2駅目の駅になります。ポートライナーはだいたい5分から10分に1本で、ね、走っているぐらいですので、皆さんも来やすい場所にあるんですが、そしてですね、歩いてまたは車で来ることも可能です。ですが、まあ、公共交通機関を利用した方が環境にはいいでしょうね。まあ、そんな話もそうなんですけども、あちら側には客船とは別にコンテナ船であったりタンカー船などが止まっております。そちらに泊まっているのは六甲丸というのでしょうか、六甲という名前のものがあります。六甲、日本で一番大きな船というのがアスカ2と呼ばれるような日本の客船なんですけども、クルーズ客船ですね。例えば世界一周の旅なんかのパンフレットも僕は見たことありますが、実際に乗ったことはごめんなさいありません。実際に乗ろうとするとですね、まあお金が何十万とかかるわけです。学生の僕がそんなのに乗るということはですね、まだこの先ないと思いますが、いつか乗れたらいいなと思っているものです。ですが今回、見ていく船というんですけど、そちらの船はですね、もちろん僕は乗りませんし、乗るのにはアスカ2ほどではないですけども、またお金がかかります。そしてそのお金がかかる高い豪華客船の名前というのがですね、パシフィックヴィーナスという名前です。そちらの船なんですけども、今回僕が見るのは初めてなんですよね。ですから写真でしか見たことがありませんし、という感じなんですけど、さていよいよ入港という感じです。あちらから大きな船が到着してきました。皆さん、パシフィックヴィーナスという船を皆さん知ってるでしょうか。このパシフィックヴィーナスというですね、豪華客船というのは日本でもかなり大きい部類に入ります。そしてですね、もう間もなく、2022年度末におきましてですね、もうクルーズ船などの運航を終了し、もう2022年末ですかね、で引退するということです。ですから2023年のもう冬を過ぎると、このパシフィックヴィーナスは客を乗せての運航は絶対にもうしないという感じになっております。そしてですね、このパシフィックヴィーナスというこの船についてなんですけども、大きな船です。さて、このパシフィックヴィーナスという船なんですけど、いよいよ近づいてきましたよ。この大きな船をこちらのポートターミナルに着岸するんですけども、着岸しようとするとですね、繊細な技術が必要なんです。それをサポートする人たちが乗っているタグボートが近づいていきまして、この人たちがこの船を誘導していくと、そういう感じなんですね。パシフィックヴィーナス、こちら作られたのは1998年、今から20年以上前になります。横幅は25メートル、全長は183メートルと日本1位の大きさを誇ります。アスカ2には及びませんが、日本の客船の中ではかなり大きな部類となっております。はい、ということでですね、ここからはですね、僕があんまり喋っていられないので静かになりますが、皆さん入港の様子をですね、楽しんでいただけたらなと思います。
ということですね。ほぼ着岸が完了したという感じです。見てみるとすごい大きな船が到着してまいりました。すごいな。もう初めて見たんですけど、こんなことにこんな感じになってるんですね。下の方にこういうウインチじゃないんですけど、なんかそういうものでこう紐が垂れてまして、それを引っ張ってですね、この船を固定してるわけです。夢航海24年間のありがとう。1998年製造から現在2022年末までの運航ということで、24年間ありがとうと書かれております。現在はクルーズ船としての運航でしかないと思いますが、こんな感じなんですね。すごいですね。パシフィックビーナス、こんな大きな大きな船に乗ってるお金持ちの方々が見えますよ。すごいな。寒い。ちょっと前の方行きますか。こちら側も、まあ、こんな感じで紐が垂れていまして、これで固めているわけです。雪も降ってくるぐらい寒くなりましたけど、すごいですね。ということでですね、皆さん今回はパシフィックヴィーナス、今年2022年の末でですね、こちらのパシフィックヴィーナスという船がですね、クルーズ船です、なんと引退するということで、そちら見てきました。本日はですね、ご視聴ありがとうございました。またね、他の動画でお会いしましょう。